ヘッツレスは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ホルヒハイム軍に属す、町村で、ドルミッツ行政共同体を形成する。この町は、エアランゲンとホルヒハイムの中間に位置する。ヘッツレスは、ニュルンベルクエアランゲンホルヒハイムが形成する三角形の中に位置している。大都市であるニュルンベルク及びバンベルクへは、いずれも約 30km の距離である。この町は、 ヘッツレス山のふもと、フレンキシェ・シュバイツの入り口にあたり、桜んぼうの里として知られている。山歩きやサイクリング愛好者には、ヘッツレス山周辺は定番のコースである。この町は、公式には2つの集落からなる。テーブル型のヘッツレス山のふもとに、円形の壁と防御施設を持つ集落があった。ここからは、ハルシュタット機やラテーヌ機の出土品が見つかっている。 ヘッツイロが集落の名前の由来であると推定される。1109年にヘッツレスは初めて文献上で研究されている。バンベルクのセイアーコプス教会が落成した1109年7月25日に司教夫一世は近隣の他の村と共にヘッツレスをセイアーコプ修道院に寄贈した。この時に作成された寄贈財産目録。 テスティマン探訪ンのラム中にヘッツレスの名前が登場する。この中では、ドイツ語で5回、ラテン語で5回登場している。金と青の横帯からなる基部の上は赤字で、右上から左下に斜めに置かれた銀の四郷図へその、両側に3つの実をつけた桜んぼと銀のアンモナイト。紋章の中身は以下のような構成である。金と青の横帯は、14世紀にヘッツレスに今日構えた貴族。 ブライテンシュタイン家に由来する。司教図へは、ヘッツレス生まれで、1858年から1875年に、バンベルク大司教を務めた、ミハエル・フォンダインラインを示す。サクランボは、サクランボの里、ヘッツレスを意味し、アンモナイトは、ヘッツレスから出土する化石である。ヘッツレスは、カトリックの村である。村の教会は、セーラウレンテウスに捧げられている。 かつての自営教会は破壊され、その石材から現在の教会が建設された。この村の幼稚園はこの教会の中にある。移住してきた新しい住民にはプロテスタント信者もいるが、彼らのための独自の教会はこの村にはない。主張はミハエル・バイヤーである。彼は、彼は2020年にフランツ・シュミットラインからこの職を引き継いだ。ありがとうございます。